マックスウェル・スティーブン・マンシーは、アメリカが州国テキサス州タラント軍、和東が出身のプロ野球選手。右と左打。MLB のロサンゼルス・ロジャース所属。2009年の MLB ドラフト41巡目で、クリーブランド・インディアンスから指名されたが、まだプロで通用する実力がないと判断し、契約せずに、ベイラー大学へ進学した。大学時代は、 ローガン・ベレットとチームメイトだった。オークランドアスレチックス時代2012年の MLB ドラフト5巡目でオークランドアスレチックスから指名され、プロ入り。この年は、参加の A 級バーリントンビーズでプロデビューし、64試合に出場して打率、275、4本類打23打点、3盗塁を記録した。2013年は、 a 級ストックトンポーツと AAQ ミッドランドロックハウンズでプレーし、2球団合計で140試合に出場して打率。273、25本塁が100打点、1盗塁を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、メサソーラーソックスに所属した。2014年は AQ a ミッドランドでプレーし、122試合に出場して打率。264、 7本打、六63打点、7盗塁を記録した。2015年は、開幕をトリプル A 級ナッシュビルサウンズで迎え、4月25日に、ベン・ゾブリストの故障者リスト入りに伴って、メジャー初昇格を果たし、アクティブロースター入りした。同日のデトロイト・タイガース戦で、メジャーデビュー。この年はメジャーでは45試合に出場して打率。206、3本塁打。 9打点を記録した。2016年6月16日のテキサスレンジャーズ戦では8回まで無安打に抑えられていた相手先発のコルビー・ルイスからノーヒットノーランを阻止する二塁打を放った。同年はユーティリティとして51試合に出場し、打率186、2 18本塁打、8打点を記録した。また十四三振に対して十四球を選んだため、低打率ながら、 出塁率308をマークした。2017年1月3日にラージャイ・デイビスの加入に伴ってディーフとなった後10日に40人枠から外れる形でトリプル A 級ナッシュビルへ降格した。3月末にアスレチックスをリリースされ以降契約先を得るまでの間出身高校のグラウンドを借りて練習したり父に打撃投手を買って出てもらったりした。 MLB だけでなく、日本球界や韓国球界も視野に入れていた。2017年4月28日に、ロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結び、参加の AAA 級オクラホマシティドジャースへ、配属された。2018年は、AAA 級オクラホマシティで開幕を迎え、4月17日に、メジャー契約を結んで、アクティブロースター入りした。 7月の MLB オールスターゲームまでに22本の本塁打を放ち、初めてホームランダービーに出場した。最終的に137試合に出場して打率。263、35本塁打、79打点を記録した。守備では1塁、2塁、3塁と内野をまんべんなく守った。ポストシーズンは打率。 186と苦しんだが、ワールドシリーズ第3戦では、延長18回に、劇的なサヨナラホームランを放った。2019年も前半戦に22本塁打を放ち、オールスターに代替選出された。8月30日に、手首の骨折で2週間近く離脱した以外は、出場し14、141試合で打率、251、35本塁打。 98打点だった。ポストシーズンのディビジョンシリーズでは3本類打を放つ活躍を見せたがチームは敗退した。2020年2月6日、ドジャースと3連総額2600万ドルで契約延長したことが発表された。オプションとして2023年は球団側が選択権を所持し、バイアウトの際は150万ドルが支払われる。 選球眼が最大の武器で、大学時代の通算支給率は12.2%、マイナー通算は14.5%。左投手を苦手としている。憧れの選手はジム・トーミで、理由は父がクリーブランド出身でインディアンスのファンであったことから、ありがとうございます。